はい、元気姫農業始まりました。今回はクイズから、はい、1880年ですから今から141年前の人口調査、日本で一番人口が多かった県はどこ？東京じゃないんですか？東京13位ぐらいだったかな。1位はね、石川県、はい、で2位が、新潟県、はい、で3位がなんと我が愛媛県です。すごい、ね、当時はね、日本は純然たる農業国ですから、この統計が何をも残っているかというと、我が愛媛県も当時は農業が栄えてた。で、農業が栄えているところは豊かで、人口も多かったっていう証拠なんじゃないかなと思うんです。このお話って、はい、今テレビをご覧の愛媛の農家の皆さん、なんか力がもらえるお話じゃないですか？農業は大事ですよって。早速参りましょう。農業は愛媛の力、元気愛媛農業。愛媛の農業の未来を応援します。この番組は JA バンク愛媛の提供でお送りします。ソーシャルディスタンスを保ってマスクをつけてお送りしてます、元気愛媛農業。今日は西予市広川町にやってまいりました。この辺りで農業を頑張っていらっしゃる方、富永さんに教えていただきましょう。お願いします。お願いします。そうですね、今から、5年ぐらい前に大阪から来られて、ここ3年ぐらいですね、トマトの栽培ということで、取り組まれておる方がおられます。カシュートマトっていうらしいですね。そうですね。どんなトマト？収穫がですね、7月の上旬ぐらいから、収穫の終わりが11月の下旬ぐらいまで、栽培をしとるトマトなんです。何歳ぐらいの方ですか？そうですね、25歳ぐらいの。私と一緒です。あ、そうですか、はい、どんな方なのかすごい気になります。はい、楽しみです。早速じゃあご紹介ください。はい、はい、どうぞ。じゃあ今から行ってみますか？どのぐらいかかりますここから？そうですね、1時間40分ぐらいです。うわ、約40分です。行ってみましょう。はい、広川町の山、結構登ってきましたよ。はい、空気もいいです。吉岡さんご夫婦ですか？はい、噂は聞いております。本当に素敵なご夫婦だな。こんにちは。こんにちは。こんにちは。なんかマスクしてますけど目元そっくりじゃないですか？そう、私も思いました。ご夫婦っていうか、なんか兄弟みたいに顔そっくり。言われません？妹に似てるみたいで、ね、僕の妹に似てるみたいで。はあ、大阪ご出身で、はい、こちらにじゃあ I ターンお越しになって、はい、こんな素敵な奥さん、どこでどう見っけてきたんですか？過去にアルバイトで鹿児島の島に、大学の長期休みでその農業の住み込みのバイトで行ってて、うん、そこで出会いました。でこれ何をきっかけでこちらの白川町でトマトを作りになるようになったんですか？地域おこし協力隊っていうので、うん、ここに来てて。はは、それで奥さん呼び寄せて。まだ結婚して、だって半年も経ってない、新婚ほやほやですよ。うん、分かるんですよ、分かるんですけど、今日はトマトを、トマトの話を聞きに来ました。いらっしゃいじゃなかったね。はい、新婚さんいらっしゃいじゃなかったです。じゃあちょっとトマトの方を拝見させていただいてよろしいでしょうか？はい。うわ、これすごくない？この数、木がどんどん多いですね。これはすごいな、この数は。いや、向こうが本数で言ったら1600本ぐらいですね。もう分からん。去年はどのぐらい取れたんですか？去年はちょうど10トンぐらいで。10トン！どんぐらいです？トマト10トン。全然イメージ湧かないですけどね。僕も湧かないですもん。毎日やっぱちょっとずつ出して出してなんで。もともと農業の中でもトマトをしようと思ったきっかけって何だったんですか？もともとは何でもよかったんですよ、野菜は。その農業がしたくて探してて、たまたまここがもともとその何て言うんですか、産地、トマトの産地なので、うん、で先生もいっぱい周りにいますし。私同い年なんですよ。あ、本当ですか？はい、いい。なんで農業をされようと思ったんですか？一番初めは小学校
校の、じゃあ中学校かの卒業文集にはもう書いてたんですけど、あの金スマの一人農業っていうテレビの企画を見て、将来なんかこう田舎でこんな生活してみたいなっていうなんか憧れを持ったのがきっかけですね、一番初めは。やっぱテレビ大事でもそれをきっかけで本当に実現してしまうっていうのが、実際一人でこう場所も探したんですか？大阪で大学行ってて、でまあ就活みんなしだした頃に、そのなんか農業したいなと思ってて、そのなんか移住フェアみたいなのが大阪であって、でそれがその全国の自治体があの移住の補助をこういうことしますよみたいなをアピールする場所みたいな、でそこで話聞いて、でその当時の西予市の担当の人に出会って、でこれ紹介してもらいました。これだけ広い農地があって奥様と2人で作業するの大変だと思いますから、もし我々がお手伝いできることが今日あるならば、少しでも手伝って帰りたいと思ってるんですけど、何かやれることありますか？はい、よろしくお願いします。このクリップをどんどん上に上げてやらないと、トマトどんどん伸びていくんで、こう倒れていくんですよね。それをこうクリップを外して付け替えてあげるような。ほう。これを年間何十回もやります。はあ。あ、なるほど。あ、持っときましょうか。これじゃ作業なんないね、素人は。素人はこれだからダメだね。いきました。こんなもんですね。あ、そうですね。ということですね。ゆっくり話してみてください。え、ハリさん、したら多分それはあのプロが言ったら多分怒られます、ね、怒られますね。どう見てもだっておかしいですもんね。これこの辺りですかね。この辺りですかね。いきます。はい、おいしょ。お願いします。はい、上手。 OK、 いきました。 OK、 いいですね。これは2人じゃないとできないですね、まだ。全部やるの大変な作業ですけど。簡単にされてましたけど、実際やると左手は重いですし。これ何日ぐらいやるんですか？これ今やったら2人で1日でやってます、全部を。この塔を担当ですね、今やったらできますね。そう、はい、1日で3塔2人でやってるんですか？プロフェッショナルとはって聞きたくなりますね。はい、へすごい。プロフェッショナルってすごいんだ。やっぱ日陰に入るとちょっと涼しくなりますが、はい、これ素敵な小屋ですけども、これは自分たちでお作りになったんですか？いや、これはあの地域の人があの結婚祝いのプレゼントで立ててくれて。なんで優しいの？これこれでいろんなこともトマトのことも教えていただけるし、多分ね、こういう若い方が一緒にトマトをこうやって作ってくれるのは嬉しいんだと思う。何話やね。なんか仲間感が出てきましたね。あ、そうですか。この季節労働のアルバイトをあちこちでやられてたってお話をさっき聞きましたけど、他にどんな場所でどんなもの？僕は群馬 と、香川と広島と行ったんですけど、その大学の長期休みだけなんで、夏休みと春休みと、で群馬で高原野菜とかで、あとは香川は玉ねぎとかなんかいろいろやったりしましたね。奥様は？私はその鹿児島の沖永良部島でジャガイモと、静岡でペンションのアルバイトと、あと愛媛の明け浜の方でみかんの鉄火のバイトをしてました。そこで愛媛に行った時に、私からあのご飯にでも行こうかっていう連絡をして、ここにバイトをさせてもらってからですね。まさにこう農作物でつながったお二人なんですか？そうですね。素敵。奥さん、今年初めて二人の共同作業で出荷する時期がもうそろそろ近づいてますけど、どうですか？楽しみです。赤くなるのがもう毎日朝来るの楽しみで、ワクワクしてます。
1たす1は2も3、2でこるじゃない、4にも5にもなるって感じてません今作業しながら。そうですね、やっぱり一人でできることは大したことないんで、二人になるとやっぱどんどんできることが増えてきて、すごい今 どこまでできるやろうって楽しみではありますね。そんなお二人の将来の夢は？僕はまあ農業がやっぱり好きなんで、まあお金借りてるのをしっかり返して、でやっぱりまあ農業ができたらもうそれでいいなって思うんで、農業して生活して家族でこう笑って過ごせたら一番いいかなとは思いますね。奥さんはいかがですか？そうですね、旦那さんのサポートをしっかりできればいいかなと思ってます。で今実はお腹に赤ちゃんがいて、サプライズ今年の12月に生まれるので、また家族3人で、おめでとうございます。あんまり無理しちゃダメなんじゃないですか今ね。あ、そう、うわおめでとうございます。そう、まあ、そうなんだ。なんか勝手に嬉しくて涙が出そうになりますね。そうか、よかったね。うん、またますますパワーアップして、これからもなんか頑張ろうと思います。私も同年代の方が頑張ってる。同い年頃、はい、ここで私岡内ひかりがお送りするひかりんのイチオシ、今回はこちら、今年6月1日にオープンした愛媛シルクショールームです。こちらには愛媛のシルクを使った商品がたくさん並んでいるそうなんです。ということで今回のイチオシは愛媛のシルク、早速どんなものがあるのか伺ってみましょう。行ってきます。河合さん、素敵な空間ですね、ここ。ありがとうございます。こちらはですね、あの姫ヒノキを500本使いましてですね、繭を育てる養蚕農家さん、そこの蚕の部屋産室をイメージしてこの空間を作りました。はいはい、後ろに並んでいるこちらは、はい、そうですね、こちらの方がですね、このシルクの、愛媛シルクのフィブロンを入れたシャンプー、そしてトリートメント、ボディーソープ、そしてボディクリーム、こういう風になっております。また下の方でもですね、こちらにこのハンドクリームであったり、そしてこの愛媛のシルクということで愛媛絹屋という名前でですね、はい、ハンドクリームと、そしてこの化粧水があるんですね。でぜひちょっとお試しください。ありがとうございます。ここシルクの化粧水、はい、初めてです。あ、サラサラになります。なんかツヤツヤしてないですか？そうですね、このシルクの保湿成分でですね、はい、まあしっとりでもこのサラサラとしてて、まあ、こちらはもうお肌の、そうですね、塗っていただくとですね、この愛媛のシルクを感じながら綺麗になるんじゃないかなというふうに思っております。お母さん、こちらはですね、はい、大洲さんの繭を使った生糸になります。綺麗ですね。こちらはですね、41年ぶり今日この大洲さんの生糸がですね、この愛媛シルクショールームに届きました。すごい瞬間ですね、これ。そうなんです。こちらはですね、大洲の方では製糸工場があったんですけれども、1980年でこの、まあ、生糸工場が終わっちゃったということで、今までは大洲のその繭をですね、布団に使ってたんですけども、はい、今回こう41年ぶりに生糸ができたと、こういうところでございます。この生糸はこれからどんなものに変わるんですか？はい、こちらの生糸を使ってですね、着物であったり、そしてこちらにある絹ガラスというですね、生糸で作った生地、こちらをガラスとガラスの間に挟み込んでまして、そしてこの絹ガラスというものを表現しております。だからこのふわっとした優しい光が溢れてるんですね。で今愛媛県では養蚕農家さんというのはどういった状況なんですか？西予市で5件、そして大洲市で2件、この合計7件というのが現在の状況であります。
でも愛媛のシルク頑張っていらっしゃるんですね。そうですね、やはり我々はですね、そういう農家さんの思い、これをですね、これからもしっかりとこう伝えていきたい、それを商品に変えて、そしてこのシルクショールームでですね、しっかりとこの思いを、まあ、県民の皆さんとか特に届けていきたいな、伝えていきたいなというふうに思っております。新商品も続々出てて、愛媛のシルク楽しみですね、これから。はい、ぜひ皆さんにこの立ち寄っていただいてですね、愛媛のシルクの魅力をですね、感じていただきたいなというふうに思います。ありがとうございます。ということで、今回のピカリンのイチオシは愛媛のシルクでした。大洲市にやってまいりました。あれ、おうですと A の部の森内さん、大洲のデスパイネと呼ばれてます。デスパイネ、よろしくお願いします。お願いします。愛媛シルクショールームで伺ったんですけど、はい、大洲市に若手の養蚕農家さんがいらっしゃると。はい、おじいさんがやっておられた、養蚕を引き継いで今頑張っている若手農家さんがおります。若手って何歳ぐらいの方ですか？はい、20代で、一昨年就農された方になります。若いですね、またまた、はい、では早速ご紹介ください。はい、お願いします。こんにちは。こんにちは。滝本さんでいらっしゃいますか？はい、滝本です。あ、本当若い方ですね。何歳でいらっしゃいますか？今年で26になりました。今日はそういう日なんだね。ですね、年代的に同い年ですね。嬉しいです。あと、愛媛シルクショールームで聞いてきたんですけど、はい、なぜまた蚕を育てられてるんですか？ですね、祖父の方が昔からこの家で養蚕業を営んできたんですけど、3年前ですかね、西日本豪雨で当時祖父が飼っていたお蚕が全滅する被害にあって、はあ、この辺も、はい、もうこの辺まで使ってしまって。そうですか。もうお蚕も地べたで飼ってるようなものなので、あ、全部水に使ってしまって。大変でしたね。すごかったです、あれは。はあ、でまたその落ち込んでるその祖父の姿を見て、こう自分も何か、ね、後押し手助けできないかっていうのをちょっと考え始めたのがきっかけで、自分も2年前から祖父と一緒に今は養蚕業やっています。いかがですか、作業とかは？いや、思っていたよりこう体力的にきついとこもあって、ようこれじいちゃんやってきたなと思うことが尊敬の念みたいなものが募っていきます。そうですね、今までこう会話する機会も少なかったんで、こう実際に一緒に仕事をして、あ、すごいじいちゃんやったんやなっていう実感が湧きました。その蚕っていうのはどこに？あ、もう今絶賛この部屋の中で育てているところです。この紙の下に今いるんですけど。この葉っぱの中に？そうです。どこ？あ、これですか？私初めて生蚕を見るんですけど。本当？はい、図鑑でしか見たことなかったです。けどこれ小さいですよね。そうですね、まだお蚕の中でも赤ちゃん、子供っていう時期ですね。繭を作るようになるまでは何日ぐらいかかるものなんですか？あと10日と少しぐらいしたら。そんな早いんですか？はい。僕らの時代はね、小学生の時に蚕をクラスで飼ったりしてたんですよ。こういう風に育ててたんですか？はい、多分皆さん僕らの世代は経験あると思います。これ餌は何の葉なんですか？これは桑の葉です。これ食べるんですね。はい、桑の葉なんだ。どのくらいいるんですか、これ？今回飼ってる分は大体ですけど15、6万頭ぐらいです。15、6万頭って、もまたこれ分かんないよ。万？農家の方々 の, 聞いたらお話、単位が多すぎてよく分かんないよ、いつも。トンとかマン。これは一匹につき一つのこういう繭ができるんですよ。うんうん、はい、繭がだからそんだけ何万個できるということでしょ？そうです。重さだけで言ったら、まあ、今回、まあ、予想ですけど300キロ以上はこの子らが繭になる。300キロ以上ね。それはけどこれ高級なシルクになりますね。今3年目っておっしゃいましたっけ？はい、我々は今この蚕っていう養蚕業っていうものが実はどんな風な仕事かも全然分かってないんですけど、一番大変な
ことってこの作業の中でどういうところなんですか？やっぱりこの桑の葉を、まあ、もちろん畑に行って枝を切って、そっから？そっからっす。一束10キロぐらいするものを一食で 40束ぐらい食べるんで、まあ、相当な量取ることね。毎日？毎日です。大変。気を使うのは、例えばこの近くで農薬を散布するようなことがあったら、ね、結構気を使いません？そうですね、農薬はちょっと怖いです ね。あの実際に農薬かかったものを、あの祖父が一人でやってる時に あったらしくて、蚕が糸を吐く直前でちょっと死んでいくようなことがあったので、すごいそこは気を使ってます。今日とか虫刺されスプレーとか塗ってないよね？あ、してないです。ダメですよね。ダメです、ね、はい。そんなところまで気を使うんですね。何かお手伝い、私たちにできることってありますでしょうか？そうですね、ちょっと虫が多いところあると思うんですけど、はい、桑の葉がちょっとなくなってきているので、ぜひよかったら桑の葉をあげてみてください。これあげるったって、あげるってどういうことですか？もう上に置いていくだけなんですけど。どうぞ蚕様お食べください。どうぞ。こんなんでよろしいんでしょうか？はい、重すぎないかな、大丈夫かな。そう、なんか上から隠しちゃっていいのか、うん、ちょっと嬉しがってるような気持ち気がします。もう腹減ってるやつはすぐに上がってきます。動いてる動いてる、来た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 、集まってきた。ここら辺、これかわいいな。これよいしょ。これ小さい糞が、ね、ちっちゃいゴマ、ゴマよりもゴマの半分ぐらいの糞がたくさん出てますけど、うん、はい、これ糞の掃除とかは？あ、この後にするんですけど、うん、この後網を敷いて、で網の上に蚕が登ってくるんですけど、はい、それを持ち上げて、でその下にある糞尿と。それが大変だわ。はい、大変です。もうどうせだったらそっちの手伝いしたいんですけどね。ぜひ。手が綺麗になりますよ、あれ。あ、そう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 。どういうことですか？糞で綺麗になるらしいですね。はい、蚕の糞がいいらしい。で、いいんですか？はい。すべすべに。確かにちょっと綺麗ですよね。女の子みたいな綺麗な手してますね。掃除するだけで手も掃除されて。それめちゃくちゃ素敵ですね。どうぞ、蚕の糞で顔パックとかね。あ、やろうかな。今大洲の養蚕業者さんってどのぐらいいらっしゃるんですか？今は農家としては2軒になります。2軒、はい、ひょっとして親戚とかだったり？あ、その通りです。あ、そう、はい、やっぱそういう減ってきたっていうのはピークはもっといましたよね？はい、いたと聞いてます。うん、やっぱり需要が減ったってことなんですか？昔はやっぱ今よりも前の単価っていうものがすごく下落した時があって、うん、もうそのタイミングで農家さんも辞めていったと聞いてます。で今2軒になってしまった。はい、逆にけど今貴重だけどね。そうですよね、うん、なかなかこうやって見る機会もないですし、うん、後継がれて3年目、うん、はい、まあ、昨年もちょっとコロナでね、今もちょっとコロナ禍ですけども、うん、いかがですか、おやりになってて。いや、やっぱまあ、うん、コロナ禍ではあるけど、やっぱこう繭を作った繭を買い取ってくれる取引先がありがたくこういますので、まあ、そこの、ために繭をしっかりと生産して、また自分自身としてやっぱまだまだ未熟なところも多いので、こうじいちゃんに見て、恐れながら、毎日頑張ってます。やりがいというか、もう楽しい、やっててよかったなと思う瞬間とかっていうのは？それはやっぱ出荷前の、選別した綺麗な繭がずらっとこう並んでるところを見たら、ああ、まあ、1ヶ月しんどかったけど、こうやってよかったなって、これは毎回出荷の度に思います。今日から数えるとあと何日後それが見られるんですか？ですね、あと2週間、20日ぐらいしたら出荷の度見に来たいね。そうですよね。どうなってるのか。ちょうど放送日ぐらいじゃない？はい。そんな竹本さんの将来の夢を教えてください。夢、そうですね、やっぱ、うん、まあ、今いろいろシルクを使った商品とか、いろんなことを発信されている中 で自分もこうやって養蚕業を継げたこと、まあ、もちろん良かったなと今では思ってるんですけど、やっぱ自分が継げ
ったっていうのはそのじいちゃんが昔から続けてきたことで自分も養蚕業をやるっていう選択肢の一つを残してくれていたと思うのでやっぱねじいちゃんがこう周りが辞めていく中でもこう続けてきた養蚕業っていう魅力をこうより多くの方に伝えていける何か、ね、アクションを起こせたらいいなと思ってます。やり続けることの大変さと貴重さずっと続けてる貴重さっていうのは本当この倉庫だけ見るだけでも感じますよね、うん、もういかに大変なことかっていうね当たり前にあるものをずっと引き継いでいくかっていうのはこれからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。さあ今回は岡内アナウンサーと同世代の2組でしたけどもいかがでしたか。いや農業の分野でも同年代が活躍しててもう私も一緒に頑張ろうって思いましたね。あの養蚕業カイコさん、はい、好きかも合ってるかもしれないな。あとよくあの風土っていうのは外からの風と地元の人たち土が作るもんだって言われますけど白川町の上に長崎と大阪の新しい風がいろんなものを運んできてくれて何か新しいことが起こりそうな予感がしましたね。素敵なご夫婦でした ね、 ねまた次回も愛媛の農業の未来を応援してまいります。この番組は JA バンク愛媛の提供でお送りしました。